Vロード日本一決定戦第4戦。バッターボックス丸、ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを迎えています。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。これが1球目、1球空振りでストライクを奪いました。落ちるボールです。打ちました、チームの隙を上げてくる。ご覧いただきましょう、抜けようかという当たりだったんですが、さあそして打席には坂本が入ります。さあワンアウトになりましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。打ち上げた、ファウルです。ファウルボール、しっかり捉えた、伸びる、伸びていく、入りました、ホームラン、ダメ押しの一発、ツーランホームラン、白球高々と舞い上がりスタンドに消えていきました。力の高めのストレートでしたけどね、力負けしなかったですね。バッターは中村、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ジャイアンツ大きく点差をつけて最終回を迎えています。初球はボールになりました、スライダーが決まります、ボールになります。低めの球、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、ファウルになります。打ちました、これはファーストライナー。バッターボックスには4番柳田、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。ジャイアンツピッチャーが、インサイド落ちました、ライトが取りました、ツーアウトです。バッターボックスには5番内川、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなります。ジャイアンツピッチャーが変わります。初球大きく変化しました、得意のボールでストライクを取りました。インコース決まりました、ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。試合終了。この瞬間試合が終わりました。読売ジャイアンツ優勝。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。日本一決定戦を制したのは読売ジャイアンツです。小宮山さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう。まあそうですね、本当に何をやってもうまくいく、そんな感じでしたね。そうですね、ファンの大きな期待に応えました。万歳三唱が始まっています。さあそして監督の胴上げ、敵地での優勝となりましたが、スタンドからは大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのジャイアンツファンの元に向かいます。非常に熱い戦い、熱戦を制した喜びをファンに届けていきました。ご覧のように読売ジャイアンツが見事優勝を決めました。おめでとうジャイアンツ。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。